20キロ細かった時、高校1年生の頃でも足は太かったんですよ。だからもうさくらは脂肪吸引をするって悩んでた結果やったんですよ。ペットボトルに水入れて負荷かけながら捨て、やばい、目見えないんだけどこの距離で。ちょっと待って、 3代目のライブ今年絶対あると思いますよ。さくらは行きますよ。あったら2回は行きたいですね。これかグッドタイムって。フォローしたでありがとう。マジライブの時サクさんと写真撮って、撮ろう。全然壊れたかも去年。体つき良くなった。なんか T シャツ着てると余計デブに見えるって言われるんだよね。3代目はおみくんが好きです。マジでちょっとじゃあ映しますわ。もう撮ってますよ。さくら太ったんですよ。画角悪くね。でもこんな感じ。太ったのを自覚してるんでもういいです。夏って感じだねこの歌。埋没はどんぐらいだっけな、だったっけな、1週間2週間で晴れは引いたかな。結局晴れなかったかも。あんま人によるらしいです。なんかさくらさ、ここのね、ここの肉がすごい、なんつうんだろう、あるんだよ。だからなんか今まで気痩せしてたんですけど、なんか気痩せの天才って言われてたんですね。で、ここ、あ、ありがとう、クマ、かわいい、スクショする。あ、やばい、間に合わなかった。ちょっとごめんなさい。なんか、ここのお肉がすごいあるんですよ。で、こないだ、あの、一回も着てない服があったから、夢野がね、それ着てってほしいって言って着たの。そしたらなんかすごい、あの、太ったのが、思いっきりバレて、ちょっと恥ずかしかったです。いやー、本当に、ショーパン履いてます、ちゃんと、ここに。この腹。髪の毛はめっちゃ短いかも。こんな感じ。あ、花ちゃんだ。今年は遊びたいね。てか、どこ住み？足めっちゃ細い。え、足ね、あーやだ、部位を刺されたところなんか汁出てきた。足はちょっと今まだ言えないんですけど、夢乃ちゃん腹筋割れてるよね。そう、太もも、あ、そう、なんか言っていいんですけど、太ももさくら脂肪吸引したんですよ。これまだこれ初めて言うんですけど、で先月、ちょうど明日1ヶ月検診行くんだけど、だけど足がね、世界一太いの。なんかあの本当に顔とかそのいろんなね、体のパーツの中でどこよりも足が太かったの。もう本当にどんなに痩せてる時も足だけ太くて、もうなんつうの、競輪選手って言われてたんですよ、地元の友達に。でそれが嫌で、あのもう脂肪吸引しちゃおうと思って、あのあれなんですよ、太ももと膝とお尻、お尻はなんかやんなくてよかったんだけど、ここのさ、太ももをやるってなるとお尻とのバランスがね、すごいでずれちゃ出ちゃうから、お尻もちょびっとやりましょうってなって、お尻も少しだけやった。うわ、かわいい、ありがとう。はぁ、スクショしちゃった。なんか脂肪吸引したことをね、隠すつもりはないんですけど、あのちゃんとさくらビフォーアフでちゃんとまとめてから、え、めっちゃありがとう。なんか柴犬送られてきてる。あ、なんかありがとう。いやー、かわいい。え、コーギーだって、ママが好きな犬。なんかあの脂肪吸引していくら、あ、なんかすごい、ごめんなさい、ちょっと待って、ありがとう。